まとば TV。 はい、今回もまとば TV 始まっております。隣には素敵なゲストさんが来てくれております。プレシャス企画株式会社代表取締役の宮崎典子さんに来ていただきました。僕が来ました。はい、というかよろしくお願いします。はい、宮崎典子です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。プレシャス企画株式会社という会社の代表をしております。はい、あとですね、和カフェのどか浦添市港川にオープンしました和カフェのどかのオーナーでもあります。はい、もうそののどかさん呼んでもらって、はい、典子さんインタビューさせてもらってるんですけど、はい、すごいその素敵なカフェでありがとうございます。最初来た時びっくりしました。本当に何このおしゃれな場所っていう手作り感満載ですけどここののどかさんはどういったコンセプトで立ち上げられたんですか？はいはい、のどかは、琉球の心、和の心、親しみやすい伝統文化というコンセプトで立ち上げました。私2人娘がいるんですけど、その下の子、次女が大学を卒業して就職するかと親は思うじゃないですか。考えさせてほしいっていう時間の子、欲しいって言われたんですね。はい、だから茶道をずっと続けていて、はい、茶道から離れたくないと、好きなことを仕事とするってすごい夢を叶えていくっていうことがすごいなと思って、はい、みんなでチーム組んで応援しようって家族一丸となってって感じですね。おすごいですね。そうなんですよ。はい、それでこの茶道をこう一枚一案こう抹茶を立てて提供するって、それからいろいろなこの輪が広がって、で親しみやすい伝統文化っていうことでカフェという形で立ち上げていこうということで、いろいろな方に出会っていってこの形が作られていきました。文化っていうのに触れるっていう場っていうか、それがどういう形で提供できるかっていうことを考え、いろんな人とお会いしてやっていく中で、その長女たち夫婦っていうのはずっと人が好きで、そういう接客、こういう飲食をやりたいという夢があったんです。そうなんですね。でその夫婦の夢と、そして次女がそういう茶道で発信していきたい、でそれで伝統文化を継承していく方たちとの出会いがあって、いろんなコラボがあって、はい、この形が作り上げられていって、その伝統文化で陶芸家の方たちとか日本画家の方たちとか、そのいろいろ夢を持っている人たちの出会いがあったんですね。娘たちが紹介してくれて、微力なんだけどなんか応援ができないかなって、娘たちの夢もそうだけど、そういう活動してる人たちってすごく素敵だなって、沖縄から世界にどんどんそういう人たちが羽ばたいていったらいいなっていう。お料理に関してはその出汁とかいろんなことを教えてもらったんですね。はい、でもその人たちも職人さんじゃないですか。そうすると職人さんの命であるそういう出汁とかお料理をまた伝授してもらったり、感謝しかなく、愛と感謝しかなく、ここが出来上がっていったんですよね。まとば TV。 次女の夢とか長女夫婦の夢とかいろんな人たちと出会う前なんですけどね、子育てを自分自身が落ち着いてきたんですよね。はい、次に何を目標に自分は生きていったらいいかなっていうか、自分の柱みたいのをどう立てたらいいかなって分からない時期があったんですよ。はい、だけど周り見たらすごい素敵な人がいっぱいいるわけなんですよ。でそれぞれの人が自分の夢を実現していく、そういう可能性の扉みたいなのをね、開いていく。だからプレシャスって大切なあなたと共にっていう意味なんですけど、で企画をしていく。はい、まだ全然その時何の形もないんだけど、そういうイメージがパーッと降りてきて、だから大切なあなたと共にそれぞれの可能性を引き出していく企業っていうことで会社を立ち上げたんです。2001年、それまで私関東の方で20年暮らしてたんですね。2人の娘を連れてふるさとの沖縄に帰ってきて、そこから一からスタートしないといけないっていう時に、実は病を患っていて、どう生きたら本当にいいかわからない、でも2人の娘育てていかなくちゃいけないから、もうすぐに仕事を何でもいいから見つけて子供たちを育てていかなきゃいけないっていうふうに決意してる時があったんですけど、なんか仕事中も過呼吸になったり、もう死ぬのかなと思うような状態とか、うん、そんな様子を子供たちも見てるからとか、はい、子供たちも不安じゃないですか、うん、自分のお母さんが。だけどどうしていいかが分からない、とにかく仕事、とにかく働いて生活を安定させるってことばっかり考えてて、うん、で、まあ、仕事はすごい決まったので昼間会社にして、はい、夜は那覇市内にあるこうホテルとかで派遣のマッサージをする、うん、そういうところに登録して、はい、で夜はそこに行ってその仕事を深夜2時までなんですね。朝は何時から働くんですか？朝は10時出勤だから、はい、10時出勤で子供たちがいるから、うん、まあ、6時ぐらいに、はい、帰ってくるのが8時ぐらいで、はいはい、でそれから夕ご飯を食べて、はい、で自分はまた準備して、うん、深夜2時まで働いて、で3時ぐらいに帰ってくる、3時間しか寝れないんですよね、うん、それが週4日で、それ大体どのぐらい続けたんですか？4年間働いて、とにかく娘たちの生活を整えるってことしか考えてないから、だから休むっていうこととか、うん、それが大変とも思ってないんですよ。もう必死っていうんですよね。これがまさに必死っていう状態ですよね。そうそう、必死、うん、それ以外の生き方が考えられなかったんですね、うん、意識が分からなくなるほど倒れてしまうことがあって、うん、年中に思ったのはこの生き方ずっと続けちゃいけないなって。会社の方に届けてたら、会社の方で給食扱いっていうのをしてくれて、はい、休みながら給料もらえてる状態ってことですよね。そう、それって奇跡が起きたんです、はい、子供に行ってらっしゃいとお帰りなさいっていう時間が、うん、もうそれが嬉しくて経理の仕事とかショップの仕事とかやってたんですけど、はい、でこのメンタルクリニックも担当にもなったんですよ、うんうん、結局お給料が夜やらなくてもいいだけのお給料が増えたんです、はい、あのなんかメッセージがどんどんこう、これは何て言ったらいいか分からないけど降りてくるようになったんですね。感謝する心、うん、朝早く起きて、そして子どもたちと過ごせることとか、うん、そしてこう自分っていうこの元気やる気のこのキーなんですけど、うん、自分を内側から高めていくっていうようなエネルギーワークをするようになったんですね、はい、うんうん、すごく輝いてる、オーラが輝いてる、あ、オーラね、あ、オーラ、はいはい、はい、でそういう形で、うん、それをこう朝早く起きて毎日感謝してありがとうございますって言って、うん、笑ってるっていうのはイメージでなんとなく柔らかくて、うんうん、ふわふわっと広がっている感じしますよね、うん、でその状態っていうのを教えてもらったんですよ。で、あ、そうやって自然と一体化するっていうことがすごくこう肩の力が下りて人生もうまくいくっていうことを、うん、そこをやっていくうちに体調も良くなっていって、うん、そして仕事や人間関係、うん、娘たちにも心配かけない、うん、このお母さんになっていったんですね、うん、自分の経験から何かこう本当はこんな風な人生が自分は生きたいって思っていても、うん、もう仕事を頑張らなければならない、はいはい、子供たちと生活するにはもうお金が大切みたいな、とにかく安定させたい生活って思い込んでいたこの鎧を外していっていく時に、やっぱりこの自分が勝手に思い込んでいる自分自身っていうのがあるんですよ、うんうん、だからそれが多くの女性はもしかしたら子供がいるから今はできないとか、ご主人が賛成しないからできないとかですよね。だからそういったものをこう外していくっていうことと、ありがとうって褒められたらありがとうって受け取ったらいいんだけど、いい私なんかできるはずないとか、そうやって言葉で言うよりもありがとうって、あ、私にはできるとか、なんか嬉しいとか。なんかそういうふうにこう言葉をこうちゃんと前向きな言葉、そういう言葉を選んでこう自分にこう与える、人に伝えながらも循環してその言葉って返ってくるじゃないですか。で、あとだから行動も言葉にしたことをやっぱちゃんと行動に移す、こうやってみる、で失敗してもいいし恥かいてもいいし、泣くようなことがあってもいいし、悔しいと思うことがあっても全部財産だから、まず行動にも移している。でそれによってできないんじゃないかとか怖いとかって思ってるこの思考を、いや絶対できるっていうような感じで、この言葉と行動と思考を一致させるとちゃんとこう奇跡が起きて夢が実現していく。そこがやっぱりあると思うんですよね。なんか私は幸せですとか、例えば私は天才とか、そりゃ言うの恥ずかしいですよ。それを鏡の前とかで自分で褒めてあげるとか、練習っていうかな、なんか自分で今日もとっても幸せだねって言って一日スタートさせるとか、夜寝る時も今日もめちゃくちゃ幸せな日をありがとうございますって言って寝るとか、そうやって前向きな言葉っていうのを自分に与えていく、自分自身で自分を整える時間、そういうのを持っていくと実は夢実現が早いと思うんですよね。そうなんですね。じゃあまず最初何て言ったらいいですか？今ちょっと実際言ってみましょうね。私は幸せです。はい、私は幸せです。あ、別に抵抗なしなくてもいい。これのりこさんの癖？もうとっても幸せな人生ありがとうございますとか、今日もとっても幸せな人生ありがとうございます、見てくれてありがとうございます、あと健康です、はい、健康、そういう感じで一日をスタートしてで一日を終える。そうすると自分自身のこの内側から輝きっていうのが自分が自分を認めていくこと、ああなるほどにつながっていくと思うんですね。でそしたらなんか夢を持ってるとか、そういう形の人たちの話がいっぱい聞けるようになったような気がします。やっぱ出会いも変わってくるんですね。まとば TV、 のりこさんの今後の夢と目標をあれば教えてもらえないでしょうか？はい、はい、私自身54歳に起業して、はい、こうやって皆さんの夢をお手伝いできる自分になりたいって言って、自分自身日々成長させていただいてるんですけれども、なんかいろんな人とのご縁をこうちゃんとつないでいけるよう、私になりたいというのが夢ですね。はい、では今回のまとば TV はプレシャス企画株式会社代表取締役の宮崎のりこさんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。皆さんもですね、港川ステイツサイドタウンにありますカフェのとかさんの方にもぜひ遊びに来てみてください。はい、お待ちしております。はい、お待ちしております。では次回のまとば TV はどんなゲストさんが来てくれるのか、ではお楽しみにということで、せーの、まっと、バイバーイ。まとば TV。